このままとお酒でいい。でカップラーメンとかにこれをチュンチュンって入れてあげたらまた味が変わる。何か旨味爆発してんじゃんいや食べたい、食べたい。栄養も高いでしょこれ、栄養価かつお節ですからね。ちょっとトリコさんにその辺は調べてもらいます、トリコさんどうでした、ちょっと買ってみようかな。はい、体には良さそうです。うん、カートに入れてくれたらね。いやいやすごいですよあれだけ。嬉しいよ、誰にも左右されなかったトリコが。海外でも評価が高い映画監督トリコさん、健康志向ゆえポチった食事が。すごいよ、食事ですよこれ。え、いやアキラよ鉄王やん鉄王。これで栄養は全部取れるんですか。はい、ちゃんと取ってます。ドリンクだけで1日に3分の1の栄養量があり、あとサプリメントでそれを補うので大体お腹いっぱいになりますね。これ、これね、はい、脳が満たされるってことですか。はい、きっちりもう栄養分を取るともうお腹も別に空かないです。栄養取ってないからお腹が空くんで。はい、なんか普通のご飯食べたいなとかも思わない。外食はします。うん、外食はもう料理が美味しいじゃないですか。うん、だからそこのために労力を使いたくて、家で自分が作ったものも別に美味しくないし食べたくないので、外食だけにこう重点を置いて生活したらこういうふうになりました。もう必要最低限の栄養をサプリで。そうです。これ何ですかこれ。確かに見たことない。見たことないですよね。何の栄養なの。それはルテインですね。ルテイン。はい、BB 弾みたいなやつですよ。はい、ルテインです。この黒いのもあるよ、黒い薬。黒いやつは脂肪を燃やすダイエットサプリですね。いらないくらいですか。すごく太りやすいので、美味しいものを食べた上で痩せるっていう2つを取った場合こういう食事になりました。あ、じゃああの辺細かいのも全部計算されてるんだ。はい。あの黒いのは、黒いの先ほど言ったんですけど。赤いの言ったのね、言いましたよ、言いました。なんか言いました、言いました。指摘してくれてんのよ。普通だったらね、そスルーしちゃうところを、はい、トリコさんちゃんとそれ先ほど言いましたよ。結構なスピードで先ほど言いましたよ。そうです、怒られちゃった。例えばなんか我々、まあ、後藤さんとかが絶対これ取った方がいいよとかあるんですか。コエンザイム Q10